再開します。休憩前に引き続き上地理恵子議員の一般質問を行います。上地理恵子議員。大きい4番いきます。総合相談支援センターの設置の考えはないですか。子育てから高齢者問題、教育、福祉など生活全体の相談窓口を一箇所で行うワンストップサービス事業導入の考えについて伺います。知花正福祉課長。ご質問4についてお答えします。現在第2次読谷村地域福祉計画に基づき健康福祉部を中心に各課で行っている相談内容、その他その対応について村民目線及び行政組織目線の両視点で点検意見交換を中心に進めています。具体的には相談窓口のワンストップサービスは必要性が高いと認識しています。同事業の導入につきましては引き続き調査研究を行ってまいります。上地理恵子議員。実は栃木県のですね、市街市を政務活動でそこを調査研究をしてまいりました。そこは総合相談支援センターを設置をして、社会福祉協議会、そして包括支援センター、そして障害者の、居場所で、放課後の子どもたちの居場所であったりですね、福祉の全般をそのセンターで行っているんですね。そこの窓口でワンストップをする、そこでそういろんな形の相談を受けて、そしてつないでいくっていう仕組みでございました。そこのやはりそこは市街町ですね、地域福祉総合計画に基づいて、町民は地域に生まれ子育てをする親となり高齢者となって、あるいは障害を負いながらも再起を迎えていくんですね。このため計画を縦割りではなくて、町民を丸ごと生活者として総合的に対応していくということの計画の中で、そういうワンストップサービスを行っている町でございました。そこで先ほどから引きこもりとかね、いろんな課題を出しましたけれども、大人になってもいろんな課題がございますね。その中で、12月11日、水曜日のですね、新聞タイムスなんですけれども、介護や困窮で8050対応というのがあるんです。8050、これよく耳にしますよね。引きこもりを中心に介護困窮といった複合的な問題を抱えている家庭に対応するため、厚生労働省はとかに市区町村の体制整備を促す方針を決めているんですね。そこで医療介護などの制度の縦割りをなくして、窓口を一般化をして、そして就労から居場所まで社会とつなげる仕組み、それを来年の結局自治体を財政面で支援していきながら、来年の通常国会では関連法案を2021年度に実施するということがございます。これはどういうことかというと、やはり家庭にはいろんな問題があるということなんですね。引きこもっている今8050、80歳の親を50代のね、やっぱり障害である子どもが支えている、また生活困窮である子が支えている、こういう問題が今出てきています。そしてその問題をね、やはり窓口を一本化にすることによって解決につながってくるということの正路だと思うんですけれども、さて、私たち読谷村ですね、村民目線で今答弁ございました、行政組織目線の両視点で点検意見交換を中心に進めているということですね。それはとても大事だと思います。縦割りだけじゃなくて、村民の目線で行政組織のやっぱり全般でいろいろ意見交換を求められると思うんですけれども、そこでやはりワンストップサービスっていうのは今後ね、やっぱり必要性を高いと認識しているということでございますけれども、その、設置に、研究していくっていうことなんですけれども、課長としてはいつ頃
これ目安、ちょっと答弁できますでしょうか。お願いします。千葉正福祉課長。はい、時期設置の時期について今、質問だと思っております。で、先ほど答弁申し上げました通り、今健康福祉部内でですね、その、まあ、各課部内の各課にまたがるそういう相談であったり、あと支援の、やり方等々についてを点検、あとこういった方がいいんじゃないのというようなところの部分についてですね、意見交換検討している今段階ですので、今後はそれを先ほど議員作のありましたように横のつながりということで防火を飛び越えてですね、役場全庁的、あるいは、先ほどちらお話がありました、先進地でお話がありました社協も含めてですね、どの形が読谷村に合っているのかというところを、点検調査もしていきたいと思ってますので、次年度、そういった段階を踏んでですね、いった段階で具体的にいつ頃というのが見えてくるのかなというふうに思っております。今現時点では令和2年とか3年とかですね、言えるような状況にはないことをご理解いただきたいと思っています。上地玲子議員、ぜひ前向きにですね、取り組んでいただきたいと思います。続いて大きい5番ですね。本村が開発してきた特産品と販路について伺います。付着武市商工観光課長。ご質問5についてお答えいたします。本村と生産者団体、製造業者が連携して開発を行った商品はもずく丼や冬瓜パイ、赤根ロールなどがあります。現在販売ルートを確立し、堅調に推移しているものや生産中止になっているものがあります。はい、議長。上地玲子議員。私たち建設経済委員会では北海道の小樽市を調査してきました。そこの役所の前にはです、ね、伝統自分たちの特産品が、ね、ロビーにずらってなる100種類以上並んでるんです。紹介されてるんですね。読谷村もですね、ロビーにこういった形で花売りであったり、ね、いろんな特産品がいっぱいあると思います。ロビーにそういうのを展示する予定はないですか。付着武市商工観光課長。議員おっしゃるように食べ物だけではなくてですね、花売りであったり家賃も等々ございます。ただ場所的にも、そんなに多く取れるスペースっていうのが、スペースは限られてきますんで、表示方法、展示方法についてはですね、これから検討して、より良いみんなに周知できるようにはしていきたいなというふうに考えております。しばらく休憩いたします。再開します。上地玲子議員。はい、そういうことでですね、やっぱり販路拡大のためにはロビーに自分たち特産品をしっかりやっぱり PR することがですね、県内外の方々にも販路拡大につながってくると思いますので、よろしくお願いをして私の質問を終わります。ありがとうございました。上地玲子議員の質問は終わりました。しばらく休憩いたします。再開します。次に議席16番、伊佐新部議員の一般質問を許します。伊佐新部議員。村民の皆さん、こんにちは。日本共産党読谷村議会議員の伊佐新部です。第492回読谷村議会定例会において一般質問を行います。早速質問に入っていきます。1、村道いら南西線と村民センター地区を結ぶ現道路についてございます。1、現道路が設置された経緯の説明を求めます。2、現道路は大きい土地区画整理事業との関係で一部を除いて宅地になる予定ですが、現道路が閉鎖されるのはいつ頃ですか。3、
地域での説明会は予定していますか。荒垣学土木建設課長。ご質問1の1についてお答えします。村道南南線と村民センター地区を結ぶ現道路は以前より村南部方面からのアクセス道路として利用されており、昭和62年の開放国体当時に読谷飛行場跡地の会場へ連絡する道路として整備されております。道路用地については読谷村と土地所有者との土地賃貸借契約により道路を共有してまいりました。ご質問の1の2についてお答えします。大木土地区画整理区域内の事業進捗に伴い当該道路の閉鎖は令和2年4月頃を予定しております。ご質問の1の3についてお答えします。令和元年9月2日の行政事務連絡会において各自治会長へ説明を行っております。その中で各自治会において住民説明会が必要であれば各公民館で開催する旨を伝えておりますが、現時点での要望はございません。また当該道路の閉鎖する出入り口及び周辺道路へは周知看板等を設置し、広報及び FM 読谷担当を活用し広く周知する予定であります。伊沢新聞議員。今の課長の説明でですね、現道路はずっと以前からこの村民にですね、親しまれ長らく使われた道路ということで説明でありました。で私も古い記憶で昭和40年代にこの道路を使った記憶があるんですけどね、おそらくこの道路はもっとはるか以前からですね、おそらく戦前から、あの辺からは多分飛行場につながる道路としてあったと思うんですが、昭和62年の開放国体を契機にしてね、現在の形に整備されているわけではありますが、でその間読谷村 とですね、土地の消費者との賃貸借契約でですね、ずっと道路を使っていたということで、これは要するに村道ではなくて市道だったということでの説明であります。その間にその間にですね、読谷飛行場の返還とあと大地土地区画整理事業の事業採択を受けてですね、現在に至っているわけなんですけれども、そしてこれがいよいよ来年の4月に閉鎖されるという予定になっています。でこのことはですね、この閉鎖されることについてはこれまでの関係者はですね、よく把握していると思うんですが、やはりまだ多くの村民にはですね、この閉鎖されるということはまだ周知されていないと思うんですよ。でこのままいくとですね、その時になってやっぱり以前質問もしているんですけれども、やはり多くの村民からですね、交通の不便さをきたしてですね、不満とか混乱が生じかねないという、そういう懸念があってですね、質問しているわけでありますが、私はこれまでの計画だとか大地区の事業そのものに問題といいますか異議を唱えるわけでは決してなくてですね、進め方がですね、もう少し工夫が必要ではないということで、質問したいんですが、それで、課長の答弁ではですね、9月2日の行政事務連絡会ですね、その場で必要であれば区長会、自治会長にも説明をしてですね、行われたということなんですけれども、その場でですね、この行政事務連絡会の場でですね、この説明した場合にどれぐらいの時間を使ってですね、説明やったのか、でそれと各区長さんからですね、それについての質疑とかが出たのかどうかですね、このあたりはどういう説明会の模様だったんでしょうか。山城克爾都市計画課長。はい、まず9月2日の行政事務連絡会の中ではですね、まず、資料として、航空写真のでですね、現在の道路とそれに代わる道路ということで、イラミナナミラ線の今暫定的に、
補償がされている箇所がございますが、その部分の、広告写真で色付けをして、この部分が閉まりますよと、それに代わる、まあ、代わる道路としてメタス、ソンドイラミナナミナ線の暫定部分を共有しますよという形で、図面等々写真を、添えてですね、ご説明しております。でその中での、今言った大木土地区整理事業の中において、まず、本道路は、この、区画整理内を、またいで飛行場に行っている道路ですよというご理解をしていただいています。でまたこの、大区整のスケジュールですね、その中で、まあ、次年度には磁気探査であったり造成工事というのが、事業進める中で出てきますので、どうしてもこれこの、部分においては区画整理内を走りますから、それももう、締めざるを得ないというご理解のもとで説明をしました。で廃止時期におきましても、先ほどの答弁と、繰り返しになりますが、令和2年4月ごろですねに、締めますと。でそれにおいてはまたあの、FM 用みたんであったり広報等ですね、活用して地域の皆さんに困難が招かないような、対応策は、そのとして取っていきますということで説明をして終わっております。の質疑があったかという部分におきましては、この段階においては質疑等はございませんでした。ただ今ように各自治会に持ち帰ってですね、それから説明が必要であれば各自治会に回って説明しますということで終わっております。伊佐新聞議員。はい、あの一定の説明はなされたということであります。あのその場合にですね、まあ、地図も示して閉鎖されるということの基本的なところを説明していますが、その後僕もですね、まあ、地元の区長さんから聞いたらですね、まあ、区長さん本人は、まあ、そういう話はあったということで程度であって、区長さん本人だけでも受け止めてですね、どう対応していいか分からないような状況なんですよ。で僕はまたその情報を知っていたもんですから、審議受けでその話をしたらですね、みんな初耳ということで非常に戸惑ってました。まあ、それは今南部地域の戸口議員とかですね、勇議員とか長間宗則議員に聞いても同様なことなんですけれども、やはりまあ行政側としては事業執行を進める上でですね、やはりまあ協力を求めたい一心だと思うんですけど、やはりこれもう少しですね、ちゃんと事業造成工事入る前にですね、やはりもう一度基本的なところが説明会が必要じゃないかと私は思うんですが、まあ、答弁では必要であればということを正しがきというふうになっているんですけど、ね、やっぱりこれは村から出向いてでもですね、やるべきことじゃないかと思うんですけれども、まあ、これはまあ、すぐも来年間近に控えているんですが、検討していただくとしてですね、もう少しちょっと具体的な質問に入っていきたいんですが、この看板を周知する、看板で周知することですね、これについてはいつ頃周知の看板を設置する予定になっているんでしょうか。まあ、これは広報も含めてなんですけどね、その周知の、状況ですね、いつ頃から始める予定でしょうか。山城克爾都市計画課長。はい、まず広報のですね、こちらにおいて役場内におきましても広報担当ともですね、今現行の調整しておりまして、1月の広報のにですね掲載するということで調整をして進めている段階でございます。また看板におきましても当然広報ので周知をしますし、また FM 読みたんでも年明けのそういった村民の皆さん、またドライバーの皆さんにですねそういった周知を図っていきますので、その時期に合わせてですね看板の方も設置のを考えていくというふうに今考えています。伊佐新聞議員。まあ、これから徐々に周知はされていくと思います。ですね、それでこれ工事造成工事4月以降本格的に始まっていくと思うんですけれども、この工事期間はですね何年ぐらいを見込んでいるんでしょうか。山城克爾都市計画課長。はい、まず、大木のですね区画整理事業としての、まあ、事業期間は平成35年ということで令和5年、まあ、現時点においての事業期間は令和5年と
というふうに示されております。でまたその辺のまたの関連する大きな線であったり、読谷道路そういった部分の関連事業がございますので、それのまた事業スケジュールとのまた整合性を図っての、供与になってくると思いますけれども、まず、大きく各種の事業としては今の現段階で令和5年度の事業期間というふうになっています。伊佐新聞議員。この事業全体は令和5年ということなんですけれども、その中で区画、区域内を通る大きなメイン道路ですね、大きな線、これが先行して始まっていくと思うんですが、これの完成時期は大体同時期5年後ぐらいでと見ていいんですか。荒垣学部土木建設課長。はい、今、ご質問がありました、大木地区内の、大木な線の道路ですが、大きな線自体がイラミナ・ナミイラ線を境に、二区間に分かれますけども、イラミナ・ナミイラ線から、南側の部分が、令和6年までの事業期間となっております。伊佐新聞議員。そうですね、まあ、大体あと5、6年先までの工事期間ということで解釈します。そこでですね、この工事期間中ですね、5、6年ぐらいの間、その間にこの現道路に代わる仮設道路というか迂回路というんですかね、それに代わるものは今山城課長からの説明も先ほどあったんですけれども、これが迂回路として使うのが、暫定路である村道イラミナ・ナミイラ線ということで、この1本ということで理解してよろしいでしょうか。区画名にもあるんですけど、これはまだ完成しないわけですからね、そういうそのナミイラと、イラミナ・ナミイラ線ということでよろしいでしょうか。荒垣学部土木建設課長。はい、ご質問のありました、イラミナ・ナミヒラ線、イラミナにして、イラミナファミリーマートから現あの国道読谷道路に向かう、道路ですね、それが、暫定付け替え道路の機能を要した道路になります。伊佐新聞議員。今課長からワークレース説明が受ける道路の説明がありましたが、そこでですね、私はやっぱりこの工事をこの向こう5、6年間先を考えた場合ですね、できるだけ支障がないようにですね、工事に支障がないようにですね、2つの提案をやりたいんですよ。一つがですね、今迂回路はずっとイラミナ西線の東に行ったファミリーマート近くのね、向こうからということなんですけれども、それでもうちょっと手前のですね、現道路から東側に向かって3本目にですね、住宅地域になっているんですが、そこの3本目の路地がですね、福音も4メーターあってですね、先には家が、4軒で両サイドは8軒並んでいるんですけれども、その間の生活道路がですね、幅が4メーターあって、で その先には障害物は何もな物件は何もなくてですね、そのまますぐ行けば今言った村道暫定道路である伊良南線に突き当たるんですよ。でこういうですね、ここを活用してですね、より近い迂回路をですね、考えた方がいいんじゃないかと思うんですけれどね、この現場については確認したことはありますかね。荒垣学部土木建設課長。はい、ご指摘の場所をですね、関係課とご一緒に、現場を確認させていただきました。現場を確認しましたところ、今既存のイラミナ西線から、入っていくことにはなると思うんですけども、ここの接道の間口がですね、4メーター程度しかなくてですね、あと周辺に物件が7軒ほどあります。そこの間をですね、通過して、イラミナ
浪平線まで行くということになると、この周辺にちょっと影響が出てしまうかなというのと、少し分かりあの交通にですね、交通障害といいますか不便をきたしてしまうことが大きいのではないかということと、まあ、将来的には補助整備も予定されている地区でありますので、まあ、こういったちょっと、迂回路としては好ましいものではないのかなと思いまして、できれば、今現在計画しているイラミナ浪平線を利用していただきまして、今後ですね、周辺に交通障害が出るようであれば今後検討していきたいというふうに考えております。伊佐新聞議員。今の課長が言われた、障害物がある、物件もあるというふうに言ったんですが、僕が見た範囲といいますか、場所が現場がどうも違うんじゃないかなというふうに僕は今感じたんですけどね、ちゃんと僕はスケールが測って4メーターあってですね、まあ、確かにこれは隅切りはされてないんですけどね、幅はとにかく4メーターあって、その北側を除いても何も物件なくてですね、もうすぐの補助施工場跡地になっていて何も障害物ないんですよ。もう一度ここ確認していただきたいんですけどね、まあ今後このいざ実際閉鎖してみてですね、村民のこのいろんなこの反応を見てですね、そこはまた検討してもらいたいんですが、まあそういうことであります。それでもう一つですね、この迂回路の検討ですね、もう一点検討していただきたいことがあります。これですね、担当からですね、この現場の地図の区画整理原動力とかですね、大きな線とのこの取り付け部分とか頭にあると思いますので、まあ、地図はないんですけどね、私は手元の地図を準備してあるんですけどね、まあ、皆さんなかなかね分かりづらいと思うんですが、そこのことですのでね、想像していただければと思います。それでもう一つ提案といいますか検討してもらいたいのはですね、この原動路、まあ、大きが分かれれば原動路から飛行場に登っていく道なんですけれども、この入り口から30メーターか40メーターぐらいすると、近い将来大きな幹線と道ができるわけですよね。その大きな線にですね、と原動路をですね接続できないかという、その一部をですね、まあ、原動路はずっと北側まであるんですけれども、このほんの30メーターぐらいをですね大きな線に取り付けできないかということなんですけれども、まあこのことはですね、大木地区の組合の方に話したらですね、別にこれは取り付けても問題ないということでですね、むしろ区画内の区画道路も便利になるということでですね、まあ、組合側は同意はしているんですけれども、ただ工事を進める場合は区画区域を全部擁壁でね一旦囲ってから中の工事に入っていくもんですからね、その時にその原動の一部をですね擁壁を開けておけばですね工事も進められるわけですからね、そういう意味で大きな線とですね原動の一部をこの接続する、まあ、そこまた一部大きな線の沿道は緑地帯を確保しているものですからね、それも利用してですねそれを検討していただきたいんですけれども、この点はどうでしょうかね。まあ、もちろんこれはですね、あと5、6年工事期間がありますのでね、まあ、その間の検討課題ということでも、まあ、将来の完成形としてですねこれも検討できないかということなんですが、この点についてどうでしょうか。山城克爾都市計画課長。はい、今、ご指摘のこの既存のですね連絡道路の、大きな、区画整理の全体の整備、また、大きい木梨線の整備の元でまた再度この部分を接続というお話だと思うんですけども、まず、この既存の道路がですね、まあ、今大きな線に接続する、時点段階においてはもう当然大きな区画整理内の土地造成であったり、また、区画内道路ということで
そういった道路の道路も整備も当然完成しているような状態になるというふうに考えています。またその部分の読谷道路であったり大きな線ですね、そういった部分も完成した後の、まあ、そういったの既存の道路の接続という手順になってくると思いますので、その段階におきましてはこの道路に代わる道路というのが先ほどの伊良美奈々峰さんもそうですけども、区画内道路にはですねそういった部分の道路も整備されます。また大きな線、また読谷道路の方も県道6号線から速道として、アクセスしてですね、役場側に、行けるような道路ということで、3路線ほど、周囲にはそういった整備ができますので、その道路を利用していただいてですね、安全面利便性も、考慮した形でこういった形で地域の皆さんとしては活用していただきたいというふうに考えています。伊沢新部議員。今言った大きな線に接続する件ですね、まあ、これもほぼ現状 のその担当課に聞いたら大きな線もですね完成形は現状の高さとほぼ一緒ということでですね、ということはそこ の交差部分はそんなに形状を変えない形でですね私は可能じゃないかと思うんですけれども、まあ、これはですね今後検討してもらいたいと思います。でそれで現時点でですね、まあ、各行政から の説明会の要望はないということなんですけれども、やはりこれがだんだん知られてくるとですね、やはり必要性が出てくるんじゃないかと思うんですけれどもね、その時になればですね、説明会を持つのかどうかですね、これはどうでしょうかね。山城克爾都市計画課長。はい、先ほども、答弁させていただきましたけれども、まず広報であったり FM 読谷また看板等ですね設置をした、状況も、見据えてですね、またやっぱり、当然地域の皆さん困難するという条件は当然望ましくないですから、その状況を見てまた行政事務連絡会を通すなり、また、周囲の自治会長を通してですね、説明会の、開催がぜひともやっていただきたいというような当然話があるようであれば当然出向いて説明をさせていただきたいと思っています。伊沢新部議員。はい、今後ですね、この事業を円滑に進めるためにもですね、やはり年明けぐらいからですね、いろいろ検討してもらいたいと思います。次2つ目の質問に移ります。質問に豊谷漁港について伺います。この豊谷漁港の質問については質問通告書の方ではですね2項目の質問を出してあったんですけれども2項目目は夜間営業についてということで提出したんですが、その後組合側といろいろ話したらですね、どうもその夜間営業についてはいろいろ課題がまだ残っているということで、まだ組合内部で調整が整っていないということでですね、今回の質問この丸2については取り下げにします。1点だけ質問します。豊谷漁港についてセリ市場配合地の駐車場をより使いやすいように改善できないか伺います。付着武志商工観光課長。ご質問2についてお答えいたします。豊谷漁港内の駐車場整備につきましては沖縄県が事業主体となり、漁村再生交付金事業を活用し、駐車場用地の舗装整備を行う計画で進めております。現在は令和2年度の新規事業採択に向け取り組んでいるところでございます。伊沢新部議員。はい、すでにね駐車場用地の舗装を整備がやる計画があるということで、まあ、完成すればですね非常により使いやすくなるしですね、まあ、お客さんもさらに増えてくるというふうに思います。私も先週の土曜日ですねお昼ごろ豊漁港行ったんですけれども、もうすでに駐車場を満杯してですね、で2階の海中食堂ですか、そこで食事をしようと思って上がったんですが、非常に中はお客さんがいっぱいでですね大変な賑わいでありました。
まあ、そこであの駐車場の件なんですけれども、まあ、現在あの豊漁港ではあの2箇所にあの、競り市場の後ろ側とですね、でさらにあのその競り市場の向かいの南側にですね、2箇所に今駐車場を確保されているんですけれども、あの今回のこの駐車場用地の舗装整備ですね、これはあの既存の後ろ競り市場後ろ側だけの整備なのか、あるいはまたあの拡張を一つにまとめる計画なのかですね、この辺の中身については把握してないでしょうかね。付着武志商工観光課長。今回はこの農村あの再生交付金事業で行う事業はですね、まあ、いくつかございます。で、あの議員ご提案 の, あの場所については、まあ、600平方メートルなんですけれども、あのまずそこを整備していくと。でその他にもあの、まあ速攻の整備だとかですね、そういったのもございます。で、あの、まあ、南側と一体にということではなくて、あの今申し上げたのはあの現あの直売店の後ろ側ですね、北側の方だけ の, あの話でございます。伊佐新部議員。あの漁船再生交付金ですね、これはもうあの国の補助金の活用と思いますが、今課長の答弁であの他にもいくつか事業があるというふうに聞いたんですが、例えばどういう事業が計画されているのかですね、この辺の説明をお願いします。付着武志商工観光課長。はい、まずですね、今言ったあの、まあ、駐車場の舗装なんですけれども、あとあの運搬用道路の、まあ、もう劣化も激しいので、そこ の, あの舗装であったり、であと排水の不良もありますんで、そういった場所で、あと護岸からの恐怖対策 等がございます。伊佐新部議員。あと一点、この補助金 の, あの補助事業についてですね、1点だけお伺いしたいんですが、防犯カメラの設置ですね、これについては補助対象にはなり得るんでしょうか。付着武志商工観光課長。はい、まあ、今回のですね、まあ、計画にはそこは乗っけておりません。もう、来年には、まあ、もう内示のあくまでも予定ですけれども、計画を立てて、あのこの5カ年計画でやっていくものの中には、あの今回は防犯カメラのものは入れてございません。伊佐新部議員。令和2年度の新規事業採択に向けてということを取り組んでいるんですけれども、まあ、仮にあの事業採択された場合にですね、次の展開、あの実施計画、実施設計とか工事開始ですねこの辺のタイムスケジュールについて教えてください。付着武志商工観光課長。はい、ご質問 の, あ の, 用地あの駐車場の用地につきましては、令和3年の工事の予定でございます。伊佐新部議員。わかりました、次の質問に進みます。3番目の質問、交通安全対策についてお伺いします。村道大木市で線は通学路にもなっていますが、歩道がないため交通安全対策が長年の課題です。早急にグリーンベルトを設置すべきと思いますが、どうでしょうか。荒垣勲生活環境課長。ご質問3についてお答えします。村道大木市で線は朝夕の登下校時間帯は児童生徒の通行が多い道路だと認識しており、今年度から舗装を実施する予定です。伊佐新部議員。はい、あの短い答弁の中でですね、まあ、非常にあの、まあ、あのこれ以上ね、から舗装、今年度はから舗装するということで、まあ、再質問の余地もないくらいではあるんですけれども、ただあのこのテーマですね、まあ、今日あの午前中から他の議員も2人がね、この交通安全対策について質問あったんですけれども、つい最近ですね、非常にあの規定されるような情報もありますのでね、もう少しこのテーマについてですね、あの質問させていただきます。
でそれでですね、まずまあ、具体的な質問として、今年度はカラー舗装予定ということなんですけれども、で確認の意味で聞きますが、この、まあ、グリーンベリーとですね、まあ車道部分と歩道、まあ、歩道部分といいますか、通路を分けるんですけれども、外側線の白線ですね、この白線の幅が何センチなのか、で緑量が何センチなのかですね、もう一回説明をお願いします。荒垣功生活環境課長。はい、今年度、実施予定をしているんですけど、片側の方にですね、このカラー舗装部分を、30センチで、外側線白線ですね、それを15センチということで、予定しております。久新部議員。村道沖肘線は、国道肘交差点から大木の県道6号線までなんですけど、この間のですね、どの区間まで の舗装予定なのかですね、これもう一回お願いします。荒垣功生活環境課長。はい、国道58号線側膝の、膝への一方通行入り口の方ですね、その方から、膝団地の方までは今予定しております。であとはちょっと今、業者の方と調整中なんで、ではあるんですが、予算の範囲内で、もう少し先に行けるかどうかというのはこれから調整していきたいと思っております。伊佐新部議員。はい、道路の白線部分が15センチで、あと緑が30センチということは45センチになるんですけれども、でその他にですね、あと側溝部分がありますのでね、合計すると1メーター10センチになるわけですよ。これだけの幅が車道と井戸分けされればですね、非常に歩行者も歩きやすくなるしね、特にドライバーにとってはもう安全意識が、交通安全の意識が高まると思いますので、非常に期待しております。それでですね、まあ、今回は距離も大きい肘線の半分ぐらいということで、まあ、これが非常に嬉しいと言いますか、期待される反面、まだ半分ということですね、まあ、これはもう予算の範囲内ですから仕方ないと思います。それで今回この大きい肘線ですね、通学している児童生徒、もちろん古源中学校がメインなんですけどね、それ以外にも県立の読谷高校に通学している人も結構います。そのことからですね、このグリーン舗装をする場合に高校生もいるもんですからね、沖縄県からのこの補助金のね、が出る余地はないのかと思ってですね、実は沖縄県の担当課に聞いてみたんですけれども、その結果ですね、まあ調査してもらったんですけどね、担当課には、その結果これは今回つい最近からですね、この交通安全対策については沖縄県からの補助金ではなくて、沖縄県を通り越して国からのですね、補助メニューが最近できたということを私は最近知りました。まあ、国土交通省からの補助金だと思いますが、これですね、最近いろんなテレビのニュースでですね、事故が多くてですね、まあ、そういう背景もあったと思うんですけれども、この新たにできた国の補助メニューですね、このことについては担当者は把握しているんでしょうか。荒垣学部土木建設課長。はい、ご質問の、交通安全対策についての補助事業の、メニューなんですが、ちょっと詳しい中身まだちょっと調査研究中ですけれども、内閣府の、沖縄開発事業費であります、社会資本整備、社会資本整備交付金の中の防災安全の社会、社会資本整備交付金という中の交通安全事業だと思われます。これは通学路としてされた路線のですね、今言ったグリーンのカラー舗装とかそういったものが対象になるようなことを、書かれておりまして、その他に何ができるかっていうのはちょっと通学路に対して、どういった施設交通安全施設が必要かに応じて対策ができるような内容となっ
ているものと思われます。伊佐新聞議員、まあ、担当校もこれからちゃんと、ね、調査し把握していくと思うんですけれども、今回この質問をするにあたって、私も村内全域のですね、通学路になりうるところですね、大体車で回ってみたんですけれども、やはりまだ一部は設置されているんですけど、まだまだこれからの状況ということがあってですね、まあ、この国の補助金がもし活用できればですね、非常にもうちょっと全面的にですね整備が進むのではないかと思うんですけれども、それでまあ、これまでの従来 の交通安全対策で、しですね、まあ、平成今年度 の当初予算をまたちょっと見てみたんですけれども、交通安全対策事業として928万が今計上されていたんですよ。まあ、その中では職員の手当とかですね、で工事給費としては道路反射橋の設置とか、あるいは区画線とかですね、で今質問している安全対策工事ですね、まあ、カーブになるとか、それ項目いろいろ分かれてるんですけれども、当初予算ではこの安全対策工事費としては120万計上されているんです。でそういうこの予算の中でですね、いろいろこの工面しながらやりくりしてですね、今頑張っていると思うんですけれども、でその中で国が新たに示した補助金があるようですのでね、ぜひこれをちゃんと調べてですね、交通安全対策を打ってもらいたいんですが、ただそれにはまあ補正予算ということより以前にですね、ちゃんとした計画を立てる必要があるんじゃないかと思います。まずそんな全域の通学路になるところを調べてですね、国の基準でちゃんと合致するかとかですね、まあ、これは土木課だけじゃなくて総務課とかですね、一番 の学校関係者ですね、あと警察とかいろいろ連携して計画を立てないといけないと思うんですけれども、まあ、そういうことですね、教育委員会としてはこの児童生徒の安全対策のためにですね、こういうもし新たに国の補助金があるとすればですね、どういうふうにこの対応していくのかですね、各課内の連携ということでですね、この辺はどういうふうに受け止めているんでしょうか。比嘉達志学校指導課長。はい、今議員が話されている、まあ、国の補助との関連にもなるかなと思うんですが、今の本村としてもですね、まあ、通学路交通安全プログラムということをですね、今の作成に向けて、まあ、近隣市町村からもですね、情報を今集めているところです。まあ、早い時期にそのプログラムを作成してですね、まあ、それをまた国 の補助金を獲得につなげていけたらなと考えているところです。伊佐新聞議員、はい、沖縄県のアスコア道路管理課と言ってたんですかね、担当の方に聞いたんですが、村道のいろんな交通安全対策であってもですね、この必要な予算をこのちゃんと言うですね、でもその補助基準に合致するような計画、事業なんですけどね、それであればですね、県に挙げてもらえば県から国に要求すると言っていましたのでね、やっぱり国民と遊んでですね、この予算要求の根拠になるようなですね、計画をですね、来年でこうきっちり考えていただきたいと思います。次に進みたいと思います。村道比嘉牧原線に架かる橋についてございます。丸一、供用開始の予定はいつか。丸二、橋の正式名称はどうなっているのかございます。荒垣学部土木建設課長。ご質問4の丸1についてお答えします。村道比嘉牧原線につきましては令和2年度で事業完了予定となっております。しかし関連事業で橋梁完成後
引き続き大前東土地区画整理事業側の道路整備が行われるため、その後供用開始を予定しております。ご質問丸2についてお答えします。橋梁の名称につきましては、以前に大湾土地区画整理組合の総会で話し合われた名称を含め今後検討してまいります。伊佐新部議員。ですね、この肘山木原線ですね、今工事進捗しているんですが、令和2年度で事業完了ということが答弁で言われています。でそれでその中で橋梁完成後ですね、橋梁が完成するということも即その肘山横断線は完成してですね、橋梁開始になるかと思うんですが、そうではなくて引き続き大前東の道路整備が行われているということですね。この辺ちょっと説明もう少し聞きたいんですけれども、要するにその橋梁の橋梁の設置工事のために肘山木原線が本線でね、そこが作業ヤードとして使われていたから、その部分の舗装工事が残るということでいいんですか。荒垣学土木建設課長。はい、当初、計画しておりました施工手順と若干変わってきております。その要因の一つがですね、補助金のですね、交付率の減少も伴っておりまして、当初の、施工手順がですね、平成30年に現在の橋の桁ですね、桁と仮設橋の橋掛けですね、それが平成30年から31年に行われまして、それをかけた後に、令和元年度に肘山木原線との取り付け部分と、あと大湾東土地区画整理組合側の道路、それが完了した時点で供用開始になりますので、令和2年度の供用開始を目指していたんですが、今年度、補助金の関係もありまして、橋梁の桁の政策のみになりまして、橋梁の、桁の仮設が次年度となりまして、それを、来年に行いますので、取り付け部分も並行して行いまして、その後に大前東土地区画整理組合の道路の施工になりますので、若干当初の計画とはずれてきております。伊佐新部議員。はい、じゃあ橋梁の完成後もまた道路工事が残るというふうに答弁だったものですから、これはまた別の無電柱化事業との関わりでですね、延べるのか、そういうふうに懸念していたんですが、そうではなくてですね、で、ないようですので、大体見通しはつくと思います。わかりました。あとですね、丸2のですね、橋の名称についてなんですが、これ、答弁では組合の総会でね、以前話し合われていたということで、恐らく内部ではおそらくもう案としてはあるかもしれません。それで、組合ではそういうふうにあるかもしれない、名前はね、案として決められているかもしれませんが、この、村道肘山木原線ですね、これの事業主体は読谷村のものですからね、やっぱり村としてですね、この名前の付け方をどうするのかですね。私詳しくはこの橋の名称の付け方は分からないんですが、例えば村民に広く公募にかけるとかですね、そういう方法も今視野にあるのかですね、どうでしょうかね。荒垣学土木建設課長。はい、今、ご質問のありました橋梁の名称ですが、これが平成21年3月に行われました大湾東土地区画整理組合の総会でですね、新しい町の愛称選考会と、同時に橋の名称も、
組合の中で推薦決定をしております。まあ、いろいろ今後進めていく中で、まあ、広く一般公募をした方がいいんではないかというご意見がありましたら、それも含めて検討していきたいと思います。木澤新聞議員。まあ、地元のですね、大間東地区の組合が総会で決めたことはですね、最大限尊重しないといけないと思いますが、それと、並行してですね、一見名前がつけばもうずっと未来永劫といいますか、半永久的に名前がつくものですからね、やっぱり慎重にといいますか、やはりここは執行も含めてですね、あと学籍経験者とかですね、そういうこの選考委員会というんですか、こういうことも必要じゃないかと思うんですけれども、これもこれからのことですかね、考えてないんですよ。そこまでは選考委員会を設置することですね。まだそこまでは考えてないですか。荒垣学部土木建設課長。はい、今やはり地元の方が愛着のある名前を推薦していただきましたので、また最有力候補としてですね、その名前を尊重しまして、でそれで公募した方がよろしいんではないかという意見がありましたら検討していきたいということです。地元で決めるにしても、公募で決めるにしても、最終的には最終決定はやっぱりこの選考委員会みたいなのが必要じゃないかということで質問してるんですが、そういうことまでは視野に入ってないんでしょうか。しばらく休憩します。再開します。荒垣学部土木建設課長。最終的な選考委員会を設置して決めていくかどうかについてもですね、今後検討させていただきたいと思います。伊沢新聞議員。最後に既に設置されている読谷大橋ですね、これは大湾交差点から沖縄市方面に向かう橋なんですけれども、読谷大橋ですね、そこと赤橋ですね、赤橋の正式名称を忘れたんですが、これはどういう経過でですね、選考過程でを経てですね、名前が決まったのか、それを分かれば説明をお願いします。しばらく休憩します。再開します。荒垣学部土木建設課長。はい、ご質問のまず膝川大橋ですね、通称赤橋なんですが、向こうの方は、公募で、決定した経緯があるということで、読谷大橋、比謝牧原線ですね、読谷大橋の方は行政の内部の方で決定してきたというふうにお聞きしております。で、選考委員会が設置されたかどうかについては私の方ではちょっと把握しておりません。はい、以上で終わります。伊佐新聞議員の質問は終わりました。次に議席4番山内正則議員の一般質問を許します。はい、議長。山内正則議員。総務の皆様こんにちは。議席4番山内正則、4つほど一般質問をしたいと思います。早速ですが、質問に入りたいと思います。本村の不登校引きこもりについて、丸一、現在小学校中学校で不登校の児童生徒は何人いますか。またネットやゲーム依存症の子どもたちはどれぐらいいますか。丸2、不登校の児童に対しての取り組みは。丸3、心の相談員は重要と考えるが。以上。比嘉達志学校指導課長。
ご質問1の1についてお答えします。10月末時点の小中学校の不登校児童生徒の数は、小学校では男子が8名、女子が6名の合計14名です。中学校では男子が20名、女子が11名の合計31名です。ネットやゲーム依存症の児童生徒につきましては、医療機関から診断書が示されているわけではありませんが、家庭状況や本人や家族、相談員からの情報等を勘案すると、ゲームにかなり依存していると思われる児童生徒の人数は、小学校で10名程度、中学校で5名程度との報告を受けております。ご質問1の ② についてお答えします。不登校対策については、各学校とも不登校防止対策マニュアルや不登校対策リーフレットを活用し、魅力ある学校づくりを推進し、不登校防止へ取り組んでおります。また不登校児童生徒の登校支援のため、家庭訪問、保健室登校、生徒支援室登校、青少年センター登校等、不登校児童生徒の個々の状況に応じた対応を行っております。ご質問1の ③ についてお答えします。現在村内の学校に4名の心の教室相談員を配置しております。小学校担当が2名、中学校担当が2名となっています。心の教室相談員は、児童生徒のさまざまな不安に対する相談対応を行っています。大変重要な役割を担っており、学校にとっては必要不可欠な人材だと捉えております。山内正則議員。はい、丸1、丸2、丸3ですね、一緒に再質問したいと思います。今不登校の生徒の数と、ゲーム依存症の生徒の数が報告されていますが、これは中には入ってないということでいいんですかね。小学校14名、中学校31名。比嘉達志学校指導課長。ネット依存については不登校の数なんですが、この不登校の数というのは30日の累計が30日に達した時点で不登校としてのカウントされていきます。で、10月末現在での数字が先ほどの答弁した数字になっています。で、ネットその中でネット以前のこの人数の中に30日に満たしているかに関しては、その数字とカウントされているんですが、またその30日に飲みしていない事情に関してはまだ含まれていないと。しかしそれが10月11月12月といく中で30日をクリアした場合には不登校の数として入っていくということですね。実際今このゲーム依存の数値の中にも不登校の生徒は含まれていると捉えています。山内正則議員。はい、わかりました。主にですね、私は質問していますが、主にネットゲームの依存症のことについて、伺いたいと思います。課長、学校指導課長の認識としてですね、今読谷村でそのネットゲーム依存症の子どもたち の状況とか、そういうのはどうなっていますか。比嘉達志学校指導課長。はい、議員が心配されているようにですね、このネット依存については、ものすごい大きな問題としての学校現場、そして委員会としても捉えています。で、今各学校ではどの学校においてもこの SNS、このネットの被害ですね、対する講演会はもうどの学校でも実施されているし、で、現の本村の7つの学校においてもですね、今年度もそういうネット被害に関わる防止ですね、対するの授業講話等が行われている、またこれから実施する予定と聞いております。で、村としましてもこの件についてはですね、かなりこのスマホの所持率とかそういうのを考えると、
これから先に先ですね、依存症も増加するんではないか、またネット被害も増えるんじゃないかということを懸念していますので、まあ、村としましても特に今年度ですね、7月に開催されました青少年健全育成村民総聞き大会ですね、毎年夏休みの前に決起大会を持つんですが、その際に、まあ、例年ですと深夜徘徊防止ということで、そういうことをみんなで宣言して、その後該当資料に繰り出すんですけれども、まあ、今年度についてはですね、その深夜徘徊に加えてネット世界の徘徊ですね、それの防止もその宣言の中に織り込んで、そして大会の宣言の中で歌っております。まあ、10時以降の深夜徘徊ですね、があるように、また10時以降はネットをもうネットからですね終わって、またしっかりの生活リズムを整えてですね寝ましょうというような、まあ、そういう声も学校だけではなくてですね、まあ、地域社会も含めてその機運を盛り上げていただけたらほしいということで、まあ、宣言の中に盛り組んでいます。でその際 その日同時に行われた講演会でもですね、まあ、本村での担当します臨床心理士の助川先生にお願いして、この会場でも、まあ、スマホネットゲームとの上手な付き合い方という講演会をですね、まあ、そこで実施しているところです。まあ、そういうふうにしての委員会としてもこのネット依存についてはかなりしっかり取り組んでいかないと、本村の子たちもですねどんどんそういう世界に引き込まれていくのかなということを懸念しているところですね。もうそうならないようにこれからもまたいろいろ工夫していきたいと思います。山内正則議員。私もですね、そこには参加してないんですけど、他でちょっと、こういう、ゲームのネットの依存の話を聞きましてですね、で前頭葉の問題とか、この頭の後頭葉の問題とかですね、いろいろ聞いて、単にゲームだということでは済まされんと、でなかなかもうそれからあまりひどくなるともう戻れないと、治らないと、なかなか難しいということでですね、その子どもの人生もまたその家族も非常に大きい被害があるということでですね、ちょっと私もそこまでは心配していなかったんですけど、しかし一旦そうなるともう大変だということを聞いてですね、でじゃあ何すればいいのということを聞いたらですね、対策だとなる前に手をつくとしかないと、日本全国に1箇所だけ治療する病院があるらしいんですけど、なかなか難しいということで、で親も子どももですね、そういう認識を持っていただかないと、多分知らない方もいらっしゃるんじゃないですかね、そこまで行くと一生が台無しになるというような感じのこともありますのでですね、ぜひそこには力を入れていただいてですね、お願いしたいということで。